ニコライ・プラトノビチ・パトルシェフは、ロシア連邦の政治家、第12代ロシア連邦安全保障会議初期、上級大将、白ロきの有力者の一人、ロシア連邦英雄である。1951年7月11日に、ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のレニングラードに誕生する。小学校時代の同級生に、内称、国会員議長、 与党、統一ロシア党首を歴任したボリス・グルイズ・ロフがいる。1974年に、レニングラード造船大学を卒業する。大学卒業後の1975年から、ソビエト連邦国家保安委員会の要員となる。KGB 高等学校、特技工場課程を修了し、レニングラード市及び、同州の KGB 支部において、初級作戦係、市販庁、地区科副課長、 密輸、汚職対策課長として勤務する。ソ連崩壊後は、KGB の解体を受けて、ロシア保安省に移り、1992年に、カレリア共和国保安省に就任する。1994年からモスクワ勤務。ロシア連邦防衛庁内左極長、ロシア連邦保安庁組織、人事業務部組織観察局長。1998年8月に、 ロシア大統領府副長官権監督総局長。同年10月に FSB 経済保安部長を歴任した。1999年8月9日に、ボリス・エリツィンがロシア連邦保安庁、長会権安全保障会議初期だった、ウラジーミル・プーチンを首相代行に任命したため、同日プーチンの公認として FSB 長官代行、8月16日に正式に、 長官に就任した。以後、ウラジーミル・プーチン政権発足以来、同庁長官として、チェチェンなどに関するテロ事件に対応しており、2001年に対象となる。プーチンに対し、絶対的な忠誠心を持ち、プーチンから全幅の信頼を寄せられていると言われる。2008年5月12日に、ドミートリー・メドベージェフ大統領就任に伴い、 ロシア連邦安全保障会議初期に就任。最大二次を有する法学科学博士である、ロシア連邦英雄の称号である武君に対する勲章とメダル7個を有する。ロシア版、ホーブズの情報によれば、2009年度のパトルシェフの所得は前年度の4倍の1350万ルーブルに、 とした。加えて239.9平方メートルのアパートを有している。また妻は4541平方メートルの土地を所有している。ぜ、ぜ、ありがとうございます。